皆様こんにちは。ただいまから9月定例議会の議案についての記者会見を始めます。まず本日の資料についての確認をさせてください。事前配布資料が2点、それとお手元の方に今回の次第ということで概要を置いております。それから佐賀市景観条例記者会見資料、23年9月補正予算概要、それから佐賀市住宅リフォーム緊急助成事業概要を置いております。で、一番最後に恵比寿88箇所巡りを置いております。で、もし途中で資料とない場合はすいません、手を挙げていただければと思っております。で、記者会見の前にすいません2点お願いをしたいと思います。1点目は一番上の方に置いております概要に従いまして、こちらの方でご説明をいたしますので、順々にご質疑を受けていきたいと思っております。それから2点目は皆様お手元にあるマイクを使ってご発言をお願いいたします。この会見の内容を佐賀市のホームページ上で配信しておりますので、よろしくお願いいたします。それでは市長お願いいたします。では皆さんこんにちは、それではいつものパターンでさせていただきます。私の方から主要な点を申しまして、あと補足補強する部分、総務省の方からお願いすることにしています。23年の9月定例議会でございますが、当初送付を予定している部分はここに示していますように、議案として30件、内訳は決算関係が14件、予算が、補正予算ですね、これが8件、条例関係で6件、その他2件となっています。また報告事項が5件と、そういうことでございます。それでは、この定例会の案件一覧で、これから説明をさせていただきます。議案番号が57から70番。これは決算関係ですね。それから、あと、71番から補正予算に入ってまいります。79番ですね。第79号ですね。これからが、条例関係に入ります。予算関係については、後で、説明をするということにいたしまして、条例関係を少し説明をさせていきます。建築指導課が出しています、佐賀市の景観条例ですね。これは今私が持っています条例、これは、平成4年自主的に、作りました条例でございまして、これで、景観政策を行ってまいりました。で、平成16年に景観法というのが制定されまして、この条例を法律に基づきまして、今回条例を制定を整備をするということでございます。そして合わせて景観計画を策定すると。で、これによりまして本市の景観行政をさらに推進して、魅力のある地域の形成を作っていくと、そういうようなことで狙っておりまして、今回の条例、提案ということになるわけでございます。あといくらか条例関係ありますが、私の方からは説明を省かせていただきます。それでは続きに、補正予算の部分、こちらの方の資料に参ります。で、今回の補正予算の編成のあり方は、制度改正に伴うもの、または緊急を要する経費など必要最小限にとどめております。国の社会資本整備総合交付金の内示がございましたが、非常に、削減をされておりまして、投資的経費への影響を最小限に抑えるために、カバーしている部分もございます。公共投資で、地域経済の支援を、下支えを行うというのは
当初予算の目的でございましたが、残念ながら先ほど申しましたように、国の内需等が非常に厳しいものがございましたので、今回、新たな補正で、カバーをしようとしましたが、それでもなおかつ、当初予算に比べますと、公共下水道環境を含めましてですが、14億程度の減に、投資的経費の減につながっているところであります。それでは、資料の、これは2のところですね、の下の方になりますが、一般会計について申します。補正総額23億9000万円。補正後の額は約892億7000万円程度になります。ページを開いていただきまして3ページになります。一般会計について主な事業と補正です。公共投資による地域経済の下支えということを目的にいたしまして、県が制度化を します住宅リフォーム緊急助成事業、ここに2億2000万円程度の事業費を計上しております。その下に私立の保育園整備助成経費として1億6000万円程度、これはアイヌ泉の保育園の園舎改築に要する経費で補助事業でございます。で、住宅リフォームについては別点また資料が、こういう資料が入っていると思います。県の方で、県議会でも議論をされておりました部分が制度化される部分でございます。簡単に申しますと、県費で、基本助成が中ほどでございますが、50万以上の工事について工事費の 15%、上限20万円という制度。それからまた、加算助成として、耐震、エコ、有利、そういったものの上限を20万円として、合わせて上限40万円という県の制度が出りますが、それと合わせて、佐賀市が、10万円の上乗せ、をして、ここに書いていますように、資産財、木材、使用、応力化の推進、そういったものを加えますと、上乗せができると。そういう制度で合わせて50万円を限度とする制度に仕立てていこうということでございます。これが住宅リフォームの緊急助成事業でございまして、あと、いくらか、補正の部分ございますが、その辺については、総務部長の方から説明をさせます。以上で、9月議会の条例、ないし、補正予算の大まかな部分についての説明を終わらせていただきます。それでは私の方から引き続き、補足説明ということでさせていただきます。お手元の資料の中に景観条例に関する資料がございます。景観条例について若干の説明をさせていただきます。パワーポイントの資料上下2台になっております。で、開けていただきまして、これまでの経過、先ほど主張申しました通り、平成4年に、佐賀市は、全国的に先駆けて早い時期から、都市景観条例を制定しながら取り組んでおりました。その後、平成16年に国の方が景観法を制定しまして、当然、佐賀市も、制定する準備をしておりましたけれども、2度の合併がありまして、地域が広くなったということで、いろいろと検討をしてきたところでございます。そういった経過の中で、今回、9月議会に条例化を図るというふうに、今、議論しているところでございます。開けていただきてですね、パワーポイント資料の7、8というページを開けていただきたいんですけれども、対象区域ということで、この景観計画、景観条例、全体的に、佐賀市全体を網羅いたしますけれども、先ほど申しました通り、2度の合併を経ておりますので、北は山から南は有明海まで広いゾーンになっておりますので、国土
山ゾーン、平野ゾーン、町ゾーンと3つのゾーンに分けたというのが特徴的な考え方でございます。またその中にさらに重点地区ということで、長崎街道、柳町景観地区、また、城内景観地区、形成地区ということで、またピンポイントで特に重要にするということで、この2つの地区を設けているというのが全体的な概要でございます。じゃあどういった中身でここをやっていくかというと、その次の9ページ、10ページでございますけれども、対象、建物につきまして、ここに書いておりますとおり、4階建て以上、延べ500面積以上、この建物につきましてですね、その下の10ページから、11ページまでですけれども、色の制限をやっていこうという形でございます。まあ、この、表につきましては、マンソル表という表示でございますけれども、ここにおきまして、まあ、山ゾーンと平野ゾーン、例えば町ゾーンについても、特色ある色を、こういった形で規制をしていくというのがですね、ゾーンごとの規制をしてまいります。で、特に次の11ページにつきましては、先ほど申しました重点地区、長崎街道、柳町、また城内については、さらにもう一段階踏み込んだ規制を行ってきて、当時の不動を保持していこうという形で、まあ、規制、そういった意味での色の規制を行っていくというのが、こう、大きな景観計画の、景観条例、景観計画の主な特徴点でございます。こういった規制を行いながら一定の町の景観を守っていこうというふうに考えているところでございます。まあ、スケジュールにつきましては、最後12ページに記載しているとおりで、今回の条例制定は目指しながら、最終的には24年の4月に施行を行いたいということで、この景観計画を考えているところでございます。次に、予算関係でございますけれども、こちらのパワーペイントの方に、上下のパワーペイントをお願いしたいと思います。9月補正予算概要書でございます。先ほどの通り、一般会計につきましては、3ページの方に、3ページ、4ページ書いておりますけれども、先ほど申しました、一度申しました通り、私立保育園の助成を今回行いますと、これによってですね、50名の定員増というのが図られますので、まあ、これによって、待機児童の解消を目指すということが、まあ、市の政策として考えているところでございます。その下、勤労者福祉、総合福祉センター等の駐車場と児童センター、ここにつきましては、この二つにつきましては、いわゆる微笑み館、明東プラザ、まあ、あとはまた子供休日夜間診療所、ここの地域の南側に約1ヘクタールの駐車場の用地を6月に取得しておりますので、ここについて整備を行うというふうに考えているところでございます。また同じように、文化会館につきましても駐車場の混雑が計画、言われておりますので、まあ、整備費ではございませんが、用地取得として約1億800万ほど同じく計上をしているところでございます。そして一番下の方で、庁舎の耐震、大規模改修ということで、設計を上げるようにしております。まあ、今回、この庁舎、平成50年度に建築しておりますので、すいません、昭和50年に建築しておりますので、昭和56年の新しい耐震法に、適合するように耐震、補強をやると。それに合わせて、もう30年以上経過しておりますので、大規模改修を行うという、それに伴う設計委託でございます。で、開けていただいて、5ページでございますけれども、あと、自治基本条例というのを検討しているところでございます。まあ、これはもうすでに先行している自治体は多くございますけれども、当然、佐賀市の運用の基本的な原則を定めるという形で、自治基本条例の制定、草案に関する経費でございます。この条例につきましては、基本的には、作るプロセスの中でいかに市民の皆さんから、市政に対する意見を吸い上げながら、市政の基本的な方向を書き込んでいくかということがございますので、まあ、このプロセスを重視していきたいと思っておりますし、最後、世界遺産でございますけれども、ニュース解文書につきましては、最終的にもう一度、調査をしたいということで、追加経費として527万を計上しているところでございます。以上、私の方から条例関係と補正関係についてのご説明をさせていただきました。以上でございます。幹事社の読売新聞です。そしたら私の方から何点か先に質問をしてですね、その後各社さんから、いやについて質問をしていっ
もらおうと思います。最初はですね、未閲の件ですけれども、この次の調査の具体的な日取りはいつからなんですか。今回の追加工事の分の、現在の予定ということですね。ドックエリアのその追加工事についてはですね、現状のところ10月の議決後10月から11月ぐらいを予定しているということです。あとですね、新しく自治基本条例ですけれども、これ具体的にどういった内容のものというふうに理解すればよろしいですか。総合計画、総合政策課の石井と申します。具体的な、話といたしましては、例えば、情報公開とかに関すること、住民参加共同に関すること、あとは市民の共同連携とか、あと市の政策活動、政策形成活動に関すること、また、行政の組織の、組織のあり方とか、あと議会の議員の責務とか、まあそういう幅広い形で、条例制定されることがあります。ただ、この自治基本条例も、市町によって、いろいろ形が違いまして、住民参加型だけでやっていこうとか、まあ理念だけでやっていこうとか、まあパターンもいろいろございます。この辺も市民参加型の市民会議というのを作りまして、そこの中で協議しながら、素案を作っていきたいというふうに考えております。以上です。この制定のスケジュールとかはまだ決まっていないんですよね。はい。一応ですね、目標といたしましては25年の6月頃まで考えております。ただ、これも市民参加というのを重視していきますので、まあ、その辺の状況によっては、その期間をもっと延長していくということも考えております。一応目標といたしまして、25年の6月ぐらいまでということを考えております。そしたら各社さんよろしくお願いいたします。すいません、そしたらもうちょっと伺いたいんですけど、この被災者支援システム導入経費っていうのがですね、新規事業として入っているんですけれども、これちょっと説明がなかったので、ちょっとどういったものか説明していただきたいんですけれども。被災者支援システム、6月議会でもありました通り、新聞等でも報道されてますけれども、これ阪神淡路大震災の時ですね、西宮市役所だったと思いますけれども、そこが当時、システムを改修、作っております。で中身につきましては、罹災証明ですとか、そういった部分を一括して、発行できるような形のシステムを作っておりますので、そのライセンスについてはすでに探しとしても取得をしておりましたけれども、それを運用するための、あとサーバー類、パソコン類を今回購入するということで、被災者の移動等についてもですね、一括して管理できると、まあ、そういったシステムになっておりますので、まあ、今回の 3.11 の西日本大震災を受けまして、東日本大震災を受けまして、そういった部分を、ハード的な整備を行うということでございます。他、質問はありませんでしょうか。それでは続きまして、概要の2番目、恵比寿88カ所巡りについての PR をさせていただきたいと思います。市長、お願いいたします。今、佐賀市の重点施策といたしまして、中心市街地の活性化、再生、そういったものを、取り組まさせていただいております。今、松原川沿いの一角にですね、ワイワイコンテナ、というようなことで、コンテナショップを開催して、そして、町の賑わいに、寄与すると。その実験的なことをさせていただいて、
ております。また地域の人たちもいろんなことで、町の賑わいを創出しようということですね、試み、努力をされておりますが、今年の10月にスタートをする予定で今事業を進められているものを皆さんにちょっとだけ紹介をいたしたいと思います。まだ、具体的なところまで、煮詰まっておりませんが、資料が言ってますですね。佐賀恵比寿の88カ所巡りということで、今実行委員会をですね、立ち上げていただいていろいろ内容的に議論をされています。800体近くの恵比寿がある佐賀の町、その中で、絞らせて、88カ所ということで絞らせていただいて、そこにスタンプラリー的に、ずっと回っていただくと。で、いろいろそこの恵比寿さんの言われ等もですね、親しんでいただくと、そういうような催し物になると思いますが、そういう恵比寿を巡りをしながら、町の、そのことが町の賑わいにつながっていくようにということでやっています。具体的には10月の1日に、スタートということになりますが、大体来月の20日過ぎ頃には、煮詰まったものが出てくると思いますので、その時にはまた皆さんたちに、ご連絡をして、そして、PR をお願いしたいということをこの場を借りて、お願いをさせていただきたいと思います。何かご質問はございませんでしょうか。朝日新聞の海藤と申します。この88カ所巡りなんですが、まだこれ具体的なところに詰まってないということなんですけど、これなんか場所とかの周知っていうのはどういうふうに考えていらっしゃいますか。それぞれの88カ所の場所っていうのは何か紙か何かでチラシを配布するとかそういったものなんですか。その辺ある程度に詰まった部分があれば担当の方から、はい、冊子を作りまして、それにスタンプをずっと88カ所、一番最後のページに、2カ所、サンプルで載せておりますが、こういったものが88カ所載った冊子を作るんですね。で、そこにスタンプを一つ一つ押していっていただくというような形を取るんですが、その冊子の中に、地図も載せまして、場所がわかるようにというふうにはしようと思っています。ありがとうございます。イメージとしてはお遍路さんということのイメージで我々は捉えていいんですか。発想の入り口はまあそういうところです。とにかく人に街中を歩いていただきたいということと、やっぱり恵比寿の街ということで外からも人をやっぱ呼び込みたいということが狙いとしてあります。ちょっと具体的なところなんですけども、その恵比寿の何ですか、恵比寿像がありますよね。その例えば近くに住んでいる人にスタンプを押してもらうんですか。いや違います。スタンプをですね、まあ、はい、近くに住んでいる人と個人所有のものは一応対象としてないんですけれども、88を、まあ、800体以上ある中から88を選んでですね、その選ぶ基準としてはこれ3ページに載ってると思うんですが、個人所有のやつは外してるとか、まあ昼間の営業の店舗を対象にしてるとか、まあ佐賀市全体から選ぶとかっていうのは、そういうことで88体を選んでるんですよ。で、そこにスタンプを置いていただいて、一般の、まあ、いろんな方ですね、まあ、もちろん観光客の皆さんはそうですし、もちろん市民の皆さんもそうだと思うんですが、そういう方に冊子を一冊持っていただいて、で、スタンプを、その場所その場所のスタンプを押していっていただくと。1から88までスタンプございますので、それをその場所その場所に、結局管理する人がいるところを選定してますので、まあ、お店であるとか、まあ、飲食店であるとか、から、まあ、公共施設であるとか、そういうところを選定しておりますので、その管理しているところでスタンプを押していただいて、できれば、満願88カ所回っていただきたいというのが狙いです。
要するに恵比寿像のところにスタンプが置いてあるっていうことなんですかね。恵比寿像を管理していらっしゃるお店なり公共施設の方にスタンプは置いてあります。ですのでその、まあ、選定されている88体の恵比寿像にですね一応拝んでいただいて、その後その管理をされているすぐ、まあ、近隣一番近いところにいらっしゃると思うんですが、管理されているところに行っていただいてそこでスタンプをしていただくというような形になります。スーパンで他にご質問ございますか。あ、すいません。じゃあ、今回の9月補正を見ていてもやはり官民共同で行っていく、特に自治基本条例などはその視点が欠かせないと思うんですけれども、一方で、公民館の地域の一部委託に関しては変更ということで路線が敷かれていると思います。で、そのことに関してなんですけれども、現在の進捗状況と、それと、なかなかうまくいかない点があって変更になってきていると伺っていますが、市長ご自身がそのこれまでの経緯を踏まえてですね、どういった点が非常に今回の、方針転換を招いたというふうに思っていらっしゃるのかということに関してですね、見解を伺えたらと思います。はい、公民館のですね、地域委託ということで事業を進められました。この地域委託は地域のいわゆる多くの地域住民の皆さんたちの力をお借りする、市民の力をお借りするというようなことでですね、進められた部分はかなり、効果の部分として出ている部分もあります。役所がいわゆる役所流にも公民館を運営だけでなくて、地域であるいはそういう分野で長けた人ですね、そういった人たちの熱意力を借りるという部分ではいい部分も出ていると思いますが、いわゆる完全なボランティアではございませんですね。やっぱりそこに働く人たちの労働条件、賃金を含めたところの労働条件というのはやっぱり、十分確保されなければならなかったと。ところが、実際、職員として、応募をされた人たちの年代を見るとですね、やっぱり公民館で、地域委託をしたその委託料の範囲内での賃金で生活をしていくというのは非常に、不足する部分ですね。そういう年代の人たちも応募されて職員になっておられる。そういったのがやっぱり、一つの何ですか、問題点として整理されないままここに来たと。それがやっぱり溜まって、問題になったということだろうと私は捉えています。だからその部分を、いわゆる労働条件の部分をそれなりに改善をしなければならないと、当初は採用時の約束事を約束事だとして、約束事だとしてのやっぱり労働条件についてはどうするのかと、その労働条件を、ぶつける相手側、いわゆる使用者、これが、きちっとしてないと、非常に不安定な雇用主になっていると、自治会長さんと知事から選ばれた部分でですね、運営をされていますので、雇用責任、雇用者責任等を問われた場合、非常に不安定な要素があったと。そこら辺を、きちっとすべきだということで、今、どういう形がいいのかをですね、議論をさせていただいているということで、こちらの方でも当然案を作ると、まあ2案ほどに絞っておりますが、そういう案を作ると同時に、実際働いて、おられる人たちとの話し合いとかですね、それからまた関係者の調整等も必要になってまいりますが、そういう段階で今やっているということです。2案まで絞っていて、最終的にはまだ1案までは絞っていないというふうに理解をしていいんでしょうか。大体、今
私が聞いているのは、2案の中でももうほぼ1案にですね、絞られつつあると。それで決定というところまで言ってないようですが、そういうところで聞いております。はい。直営の方向で絞り込みをかけているという理解でいいでしょうか。今のまま、動きからしますと、やっぱり、直営の方で、に絞っていった方がいいんじゃないかなと。ただ、直営でやった場合についても、問題点は問題点として残りますのでですね、そういった部分での解決策を、解消、問題点の解消策というのはどうしていくのか、そこら辺も課題として残っております。わかりました。関連なんですけれども、公民館の運営についてはそういったさまざまなこう課題が出てくる中でですね、先日の改革プランの検討委員会の中でですね、進捗状況を示した一覧表が出ましたけれども、地域による公民館運営の継続という欄では、目標達成というふうになっていまして、現場からはですね、なぜこれだけいろんな課題がある中で、継続ではなく達成というような、各課の判断になったのかというようなことが疑問の声として上がっています。そのことに関してはいかがでしょうか。その部分は私もちょっと十分な記憶がないんですが、一応全校区に問題提起をして合併前の旧探しの部分については全部そういう形になったということで達成というふうに評価をしているんじゃないかなと思います。ただ問題点はそういうふうにして載っている。やっぱりあの頃っていうんですかね、5、6年前、規制緩和というような部分で、あるいはみんなできることはみんなというような感じでものすごく突っ走った時代がございましたですね。それからやっぱり世の中見直されまして、地方自治体にあっても果たしてそれでいいのかというような見直しをですねかけられるような状況にもなってきております。そういう部分での問題点の一環だというふうに捉えてもいいんじゃないかなと私は思っています。すみません、西日本新聞の三栗屋です。来年度からですね、運営が始まるの加瀬川ダムなんですけど、それで一用水の量が毎秒 0.2 トンほど増えると思うんですけど、その一用水をどのように運営するかについて、今決まっているというかですね、どういうふうな運営の仕方が決まっていて、それでこれからどういうふうな進捗、どういうふうにして決めていくか、進捗状況を教えていただきたいんですが。はい、今加瀬川ダム試験淡水でですね、標準っていうんですか、あれからしますと70、もう昨日の雨で、80% ぐらいいってるかもからですね。ただ今回の試験淡水の 目標からするとまだ6割程度だろうかとも思いますが、いずれにしましても加瀬川ダムが今日正式に開始をされると、水が、達成が推計で、毎秒0.2トンだけ、増えるというようなことであります。この0.2トンで、どれだけの、特に、冬場のですね、水が確保できるかというと、これは大きな期待は持てないと。ただ、数字的に毎秒 1.4 トンを間違いなく流すということからしますと、安定した、少ない、のは、からは脱出できないわけですが、やっぱり、安定した水の量、安定したっていうんですかね、それだけの水は確実に流されるということで、今年なんかでも、一トンも流されてない時間帯もありますので、そういう意味からすると、まんべんなく流せるというような、まんべんなくというのは何ですかね、それだけの量は最低確保でされるということでございますが、探しであちこちから出ています、水不足というんですかね、水量不足に対する声を一気に解消するだけの量ではないんじゃないかなと。その後、どういうふうな形でですね、住民の皆さんの力が出ています、水に対する要望を、に応えていくか、まだ具体的な方策というのは取っていません。それを、まずは、どういう状況で 0.2 トン増やして、そして大体、それが十分、
間違いなく確保されるとなれば、どういう流れ方になるのか見た上で、判断をやっぱりすべきではないかなと、そういうふうに思います。そして、それでもなおかつ、十分な、なんですかね、水をそれなりに、地域の河川に流すとなると、極端に言いますと、田布施川を、日にちを区切ってですね、明け席する、ひもを明け席して、流していくというのも考えていかなければならないことになるかもわかりませんが、今のところ、そういうのも、方策の一つとしてはあるかもわかりませんが、どういう形で、流していくというところまで、確認はしておりません。はい、つまり来年度から実際に流れて、で、流されて、その後から、要するに維持用水の、まあ、運用については検討していくっていうことですかね。基本的には、そうせざるを得ないというふうに。他にご質問がないようですので、これで記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。